とバックスクリーンメインしてイメージはバックスクリーンだから、ここから行っちゃうと詰まるって自分がボールに近いとダメ、ボールと距離を取る。めぐる巨人への道、高卒で行くの、大卒で行くのイメージしてる、ちゃんと何年後イメージしてる、え、じゃあ何年後ここイメージして練習してますか。あれあれ時間はないよ、あっという間来ちゃうよこれ。はい、よし、はい、どうぞ、はい、はい、よし、はい、センターに、センターに飛ばす、センターのバックスクリーンイメージして、イメージはバックスクリーンだから、よし、はい、いや、多分センター手前だぞ、あれじゃあ。さあどうする、さあどうする、どうする。テガさん、もうちょっとさ、このさ、これさ、角で回っちゃってるから、バッティングがこう回るんだよね、インサイドならそれいいんだけど、普通にインサイドはもうちょっとこっちに入んなきゃダメだよね、こっちに。あれ、手から、手からだな、手からだな、あとは強く、はい、手から入っていきながら強く、そう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 、それ頭がブレないから、そうそうそう、肩から入るからブレちゃう。はい、センターバック入ってますぞ、はい、あと誰で止まったとしたら、はい、から止まってちょうだい、はい、自分から、自分から行っちゃうと詰まるっていう、自分がボールに近いとダメ、ボールと距離を取った、はい、ラスト、一回ラスト、はい、ラスト、はい、OK、一回休憩して、バッターの時に後ろでこう最初にしっかり左足に乗せる、乗って滑って、うん、乗って、いやー、それ低め打つ時だな、低めセンター前すぎだな、これ言ったらこうやって乗せて、体重をしっかりこれを乗せてあげて、乗せてあげたやつがしっかり乗せる、まずはい、ここ、はい、肩使う、肩使う、肩に行くバターってこと、右足前に、その時に折れないの、まっすぐ、そう、力抜けちゃう、そう、青、はい、どうぞ、綺麗に回ってます、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、どうぞ、これが、この、ここがちゃんとしっかりここまで来る、そう、この力ですから、回ったげないと、この力、今までここで回さなら、こことかここで回さなら、はいよ、あ、引っ掛けちゃうな、それ、はい、このまっすぐ、はい、まっすぐ、そう、そう、お腹に近い、お腹、お腹、そう、お腹にちょっと近い、そうそうそう、お腹に力入れるとお腹の下に力ここに伝わってくる、お腹に力抜けちゃうと足に伝わる、はい、さあどうしたら飛ぶ、どうしたら飛ぶ、よしよし、はい、今日はここまで、一つあとラストか、ラストこれね、横回り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 、これ横回り、縦、縦、縦、行ってあげて、これが縦回り、これが縦回り、はい、縦に出してから回って、これが縦のプレー、縦回りのプレーなんです。吉田美信之介さんとかこれすごいです、すごいです。縦のプレーがちゃんとできてます、これ。今の打ち方は横なんで、横回り。これ多分ホームランいかないから、ここが当たるときにドーンって押し上げてないの、ドーンって。だから、こう出して縦に。縦に使ってあげて、最後回らないです、そうです、そのためにはこれが必要だ、ここでしっかり行って、あと押さえてあげて、縦にこのバットを縦に使ってあげて、この時間そしたら多分飛ぶと思うよ、多分今まだ横の動きなんだ、横の動き、ああ、ああ、ほら、横、ほら、横、今8つだからね、軸足がこうすると全部横回りになっちゃう、送ってあげて、回って、はい、縦回り、よし、よし、はい、バックスクリーン、はい、9、はい、はい、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、どうぞ、縦ね、縦に出してあげたら、あと買って、フォロースイング、よし、じゃあちょっとあんま遊んできて、あとはもうちょっと遊んでもらって、はい、わかりました、はい、遊ばないと上手くなるんです。